ジャップジャップ大地周知雄大ナインホームでーす。いつもだったらね、ここでタイトルコールが入ると思うんですけど、はい、今日はそういう動画じゃないです。はいはいはい、今回の動画なんですけど、今野球やっておられる方、柔らかい動画すぎるのは、ちゃんと指第一関節いかんぐらい今野球をね、頑張ってる方であったりとか、はい、今から高校野球する予定だっていう方だったりとかおられると思うんですけど、今回はね、実際に僕たちがやってきた練習であったりとか、うん、僕たちの、まあ僕たち言っても甲子園球児なんで、それを野球についての考え方でやったりとかを、うん、守備編、うん、と攻撃、うん、打撃走塁みたいな攻撃編と、うん、日本そういう動画を出そうかなと思って、はいはい、ドライブしながら野球について喋っていくということで、今回結構コアな話にもね、うん、なってくるかもしれないんで、これを機に野球はあまり詳しくない方は、まあ、好きになってもらったりだとか、うん、野球についての知識をね、少しでも得られたらいいかなと思うんで、今回はちょっと要点絞ってきてます、うん、配球のことについて、はい、内野手のゴロであったりとか、そういうのをさばき方のタイミングのと、うん、取り方であったりとか、うん、合わせ方、うん、とあとポジショニングについて、はい、外野手の大地君外野手なんで、はいはいはい、内野手も3人ポジションバラバラなんで、捕手内野手外野手なんで、うん、ちょうどいいかなと思って、この企画も、うん、つながるよ。いろんな、まず配球からそのポジショニングにもつながるし、もともと最初はスタートは配球から始まるよ、ね、順番は決めないですけど、その配球からポジショニングにつながっていったりとか、うん、そう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 、大体はその流れとかはないんですけど、うん、そういう濃い話をね、はい、していこうかなと思いますけど、じゃあもうキャッチャー出身として、まあその配球、配球は俺が意識しとったのね、うん、だいぶコアな話になっちゃっていいん？いいよ、そういうだいぶ深くいこう、深く、深くね、俺がまず意識するんはなんか段階があって、まず1個目はバッターとピッチャーの力関係。例えば小学生に対してダルビッシュが投げました、打たれますかって話やん。まあ何キロ投げても打たれへんから、絶対に打たれへんやんか。力関係の次に、バッターの、スイングの軌道、うん、でその次に待ってる球は何か、この待ってる球は何かを見極めるのがめちゃくちゃ大事、うん、でうん、待ってる球は何かで、それを全部見て自分で考えた上で、じゃあ次配球ね、これを投げさせるって球を決める。でそこに、ね、投げさすために自分の声で駆け引きしたりとか、内野手からこのバッター何々待っとうから、どこどこのコースに何の球種投げていいぞとかっていう、その辺の野手全員からのプレッシャーとかの駆け引きも加えてのサインを出して投げさす。でそれまでをイメージした上でポジショニングを指示する。これがまあ一連の流れ。まあ、正直僕目線ですけど、あくまで高校野球のキャッチャーでここまで考えてるな、こうやって配球考えたりリードしてるなって思うキャッチャーなかなかいないです。でもこれをするにはキャッチャーがそれを分かっとってもピッチャーがそれ通りに投げれんかったらまず話にならんから、今雄大の方からピッチャーの力関係からのバッターのスイングとかそういう話あったと思う。マスクすごっマスク端子黙れ西宮やからな、うん、あったと思うんですけど、キャッチャーがまず構えてるとことか、うん、球種っていうのは僕らショートから見えるんですよ。それで外野手にサイン出してたんですよ、うん、例えば変化球やったらこうみたいな外野手にサイン出してたんですけど、うん、例えば第一は変化球でこのピッていうサインが出て、どういうコースやったらどう動いてたとかある？僕はね、まず変化球、落ちる、曲がるとかいろいろあると思うんですけど、曲がる球、まあ、右バッターやとして、右ピッチャーでカーブでインコースを構えると、確率で言うと引っ張る確率が高くなるじゃないですか、うん、ってなるとレフトの方に寄ったら、ポジションはセンターやったんですけど、レフト側に寄ったりとかで、落ちるボールに関してはこうバッターは拾う形になるから、ちょっとインパクトの瞬間に前出るとか、あで逆にまっすぐの外やったら、うん、まあ、今ずっと右バッターに例えてるんですけど、ま、うん、っすぐの外やったらあまりそのピッチャーが逆球投げへん限りは引っ張りは少ないんで、ライト側にさって寄ったりとか、だけど最初に寄ってしまうとバレると、バッターからしたらバレるんで、そのもともと中心におったところから左にずれたり右にずれたりしょったら。うん、だからインパクトの瞬間にさって寄るって感じですかね。あ、まあ、それは大事やな、うん、俺それ第一に質問、うん、
はい、その、まあ、キャッチャーがサイン出して構えました、ここのコースに何スライダーを投げようとしてるとかは一応あるわけやんか、うん、でもそれとは別でバッターの特徴、ヘッド下がってる、腰早く、うん、左腰早く開くからバット出てこんとか、あ、それはもちろんっていうのももちろん考慮した上でのそうそうそうってことですよね。だからまあ基本的にその 3,4,5 のクリーンアップが来て、まあ体でかい子とかとかやったら、まあ基本そのパワー系やんか、うん、ってなると多少まっすぐの外でもなんていう、もうそれは張ってまう、ね、もうレフト側に寄ってまうとかで、それで宇宙間行かれた場合はもうしゃあないけど、俺が寄るときにライトもちょっと寄ってこさす、うん、寄ってきてもらう、まあ、それは多分プロでも一緒やと思うね、うん、多分俺らよりもっと深い知識はあるけど、うん、データもあるからな、うん、そう、まあでも大体ね、僕らはその野球の実力としては多分めちゃくちゃレベル高くないんですよ、うん、実力はないもんな、うん、野球ってその絶対ってないから、うん、確率のスポーツやから、ね、その確率の高い方に移動してそれが万が一逆に行ったとしてもそれはもう仕方ない、うん、って思わなしゃあないよな、うん、なんかそれ雄大なんかはさ、例えば、うん、バッターのとの力関係とかスイング軌道とか見た、こいつのポジショニングに僕はほとんど従ってたんですよ、外野手とかも全員で、それでまあ信頼があったし、高校レベルではないなっていう能力も分かってたんで僕は、だから基本そういうポジショニング関連はほぼ雄大にチームをもうほぼ沸かしましたね、監督と雄大に。でピッチャーもそこに投げる能力は僕たちのバッテリー関係ではあったんで、まあ、そこは結構信頼してましたね僕は。ポジショニングにはね根拠っていうのがあるから、その何を僕は結構割とそのなんていう外野手のみんなよりかは大胆にポジショニングを取ってたんですよ。お前その寄りすぎちゃうかみたいな言うのは言われたりしたんですけど、その時にいや僕はこう思ったんでっていうそういう根拠があったから、なくったらダメやもんなそれ、逆に結構大胆なポジショニングを取ってましたね。やけどもうほんまにそれで逆行かれた時はもうごめんって謝る、うん、そんな感じだった、ね、だからまあ外野はもう基本的には僕がその雄大らは航空はそのキャッチャーからの指示でって感じだったんか、うん、やけど俺はそのセンターがセンター指示、センター発進、外野手のポジショニングは基本は、でまあその中でその俺が思った通りのポジショニングじゃなかった時に監督からまあもうちょいこっち寄れとか言われたらそれ寄り寄ったけど、うん、それ以外は基本的にはもう僕発進やったんですね。それも外野発進でのポジショニングやったらさ、うん、そのバッテリー間での意図のある配球は釣り合わんのちゃう。いやだからまず、まあ、一発目キャッチャー発進で、うん、キャッチャー発進から内野手がサイン出す、サイン出す、あ、サイン出してきたのを見てのセンターが指示な。そう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 、じゃあキャッチャーからの指示とかはなかった。キャッチャーからこんなん こっち寄って、うん、こっち寄ってとかはない。俺の場合は雄大がまずサイン出した通りに動きます。まあ監督からメインの指示が、まあ、大体最初試合前とかにあるやんか。でそっからバッテリー感を感じたことで雄大がサイン出します。で俺らがそれで外野ちょっと動かします。でそれ動いた時点で雄大がまたそっからさらに言うとか、うん、わね、もうちょいこっち俺とかで、もうちょいこっち俺もなんやったらそれも詐欺の場合もあんねんな。うん、そう、それ駆け引きとして使う時もある、うん、あ、それ僕も使ってましたね、うん、だから最初にもうあえてバッターが多分このなんていうのピッチャーを見とる後ろにセンターがおるわけやんか、うん、ほな残像でさ動いとったらわかるやん、うん、いや俺は正直バッターの時めっちゃ気になるもん外野の動き。だから最初バリ寄って、うん、ほなら例えば左バッターがライト側寄ったらあ打ち来るんかなって思わせんやんか、うん、だけど投げる寸前にバリダッシュで戻る。あいいね、いいね、そういうなんかな心理的な部分のそれ大好きよ。あと基本的にはその外野手で言うたら、うん、今じゃあ僕センターとして、うん、ライト側のボールを追いかけるんと、うん、レフト側のボールを追いかけるんって、うん、俺ライト側を追いかける方が得意やん、まあ、左右利きやもん。そう右利きやし、うん、このままいけるわけやんか、うん、やけどレフトやったらこっちになるわけやんか、うん、っていうのもあって俺は基本的にはその中心っていうよりも若干右が俺の定位置やった、うん、なるほどね。自分のあれも分かった上でのってことやな。外野手やったら特にそうやと思うけど、アウトカウントでその深さ、うん、やっぱ均衡した試合でさ、2アウトランナー1塁ってなったらさ、上越されたり間抜かれたら
一本で変えられる確率って圧倒的に上がるやん。うん、いや基本的にはもう基本俺ら若干後ろ気味やねん。あ、それは俺も結構賛成派やな。基本後ろ気味だって言ったら、まあ外野手の後ろは誰もおらへんから、うん、抜けたら終わりやんか、うん、しかも連打する確率ってまあ低いわけやからな、うん、俺もそれ結構賛成派や。あと前のフライに対しては自信あったし、その一歩目、うん、その一歩目意識しとったんはこれ誰かが言っとってんけど、うん、あのギリギリの打球が来るのを想定ずっとする、うん、ってなったら自然と一歩目のこの速さが変わってくるやん、うん、ギリギリのところに来るって常に思うとったら、うん、それはずっと意識しとったね。でそれでパーンってこう来て余裕なイージーフライやったらもう余裕やし、うん、でギリギリのところやったらそれで間に合うし、うん、それは大事よね。バッターショットも思うけど、めちゃくちゃ喋ってくるキャッチャーバリうざい。え、こいつエグいで、めっちゃくちゃ言うでいるんですよ。この自分が打席入った時にもうなんか一人でずっとブワブワブワ喋っとキャッチャー。しかもな、俺に関してはまあまあ上から言うねん。しかも無駄な発声無駄な発声なせえへんから、うん、まあまあ上から全バッターにこっちが勝ってる発声しかせえへんから、うん、バッターからしたらカングルで、しかもほんまにそのバッターが多分分からんで、分からんけど練習とかでもしかして意識してることとか俺言うねん。だから打席入る前に素振りするやん。じゃあ大体その形見て、あ、こいつ自分の悪い癖がここやから腰開かんように意識して振ってるなってか分かったら、大体こいつあのこの球来たら腰開くからお前もっと前でいいよ、これ嘘、嘘とかね、これもしほんまでほんまに使ってもいいけど嘘で言ったりとか、まあそれどっちか分からんくなるからな、ずっとやってたらとかをもう基本的に上から言ってなんか、あいやで、まぁ、あ、こんなん言うとあれですけど、雄大がそういうのはやってくれるんで、それを追加注文で僕らは煽っていくそれ めっちゃみんな言うもんな。そうそう、意外と打席入っとう時の声って、いや、それめっちゃ聞くからな。で、しかも俺キャッチングに自信あったから、言うたらもうボール球をストライクにできるわけやんか。で、バーンってストライクになりました。でもバッターはえってなるやん。オッケー、全然こいつ見えてへんぞとか、それはもう余裕で言う全然言うから俺でも言うもう一球そこでええとか、でも見えてへんぞとか。でもバッターがしたら普通キモいやん。めっちゃキモいよ。めっちゃキモいと思うけど、まあでもそれ勝つためですから。だから駆け引きやから、心理戦やからな。少年野球とか中学校の野球ってバリ意味な声出しとうと思うね、うん、バッター打ってこいよとか、そんな発声一回もいらんから、うん、声とかいらん、うん、無駄やし体力の。ここっていう場面でそういう駆け引きとの声とか若干煽ったりする声ってバリ大事やから。いや、それ中学生でできてたらもうやばいけど、うん、煽るんの限度もあるけどね、やっぱそのスポーツマンシップに乗っ取らなあかんっていうのがあるから、うん、でもそういう声はね、煽りという声、あくまで駆け引きやから。そうそう、めっちゃ足速そうな体型で遅い子に、お前足生かして何々しろよって、嘘やけど別にこれ言ってもいいから、ね、味方にな。じゃあそしたらそれは相手のサードがセーフティー作るかもしれん、うん、一歩前出ることによって詰まったらサードの後ろのポテンが増えるかもしれんし、でショートへの内野安打増えるしね、うん、三遊間さばける量が減るから、サードが、そうそうそう、そういう駆け引きも全然いいと思うから、まあまあこれもほんま頭っていうか野球を何細かく砕いていってる野球やからそうなんねんけど、でも逆に言ったら実力し相手より下やと思った時に余計生きるから、うん、いや、そうやねん、ほんまそう。いや逆に言うと俺らなんかさ一生下やん、実力なんか基本全部下やん。全国レベルの相手になったら全部実力は下やから、個人の、うん、でも負けへんか、負けへんってことはやっぱり一定の技術量から、そっからはやっぱ頭なんやな、駆け引きとか、まあ、あとはしっかりその自分たちの実力っていうのを理解してたと思う、うん、あとはなんせ何よりも高校野球はピッチャー、いや、そう、バッテリー何言ってもピッチャー何言ってもピッチャー8割7割以上はピッチャーでも、めっちゃいいピッチャーでもキャッチャーヘボかったら多分あんま強い。いや、それはそうや、チーム力なかったら多分あんま強い。でもバッテリーじゃないみたいな、うん、だからほんまにバッテリーの重要性っていうのは今話聞いただけでも分かると思うけど、結構マジでただ守ってるわけじゃないし、うん、それはね、中学校からそういうこと考えれたら、ちょっと高校入った時に一歩抜けれるチャンスはあると思う。よし、今高校野球してる子とかやったら、うん、だいぶその考えるだけで全然違う、めちゃくちゃ変わってくると思う、うん、まあ、ちょっとじゃあ技術的なところで俺聞いて、まあ今外野手のポジショニングの話とキャッチャーの駆け引きの話結構したんで、その内野手のゴロが飛んできました、そのゴロ取るのにもさ、そのまあ人それぞれいろんな理論があって取り方とかあると思うねんけど、その周知的にバウンドここのバウンドで取ることを意識してたとか、合わせ方とか、
ただ右から入るとかあるやんか、そんなんはないん、うん、僕これはもうあくまで個人的見解として聞いてほしいんですけど、うん、僕はね正直に言うと、あのいろんな今までの指導者の方とかいろんな人とかにこうやって取った方が取りやすいよっていう形があるやん、うん、それはマジで正直結構無視してきた。取り方って俺からしたらマジで関係ないと思って、うん、アウトにするっていう結果が全て、うん、まあ、それスピードが速くてアウトにできたら一番いいわけよ、うん、俺の考えやけど、まあ、これもほんまにあかんねんけど、だからあこの人の考え方とかこういう取り方があっていうのを僕にスピッとするもんがあればその人の言う通りにしてたけど、まあ、それが高校の監督やったんですけど、うん、僕はあんまり守備上手じゃないんですよ、うん、でもそっから守備練習だけをずっとしてきて上手くなっていった自信もあるんですけど、でもショートやったら、まあ、ある程度ファーストサードに比べて距離があって普通の平凡な頃もありますと引っ掛けました、ボン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 、昇番上がり際、昇番上がり際は僕それめっちゃ下手くそやったんですよ最初、合わせんのが、合わせんのがもうギリギリのタイミングでやばい昇番になるってなった時に足が止まってしまってたんですよ、うん、でもそれを僕が監督に言われたのはその瞬間に足をパパパンってするんですよ、うん、足を一気にやばい合わへんってなった瞬間に基本は絶対止まっちゃうんですよ、うん、普通の選手は、うん、で僕はそうやって、でその一歩前に出て昇番でさばけなかったんですよ、うん、それを監督に教えてもらって、うん、でその練習ばっかしろって言われて、うん、普通の打球はお前別に普通にさばけんねんから、うん、ただ普通のノックしたって意味ないって言って、うん、逆にそういう打球が来た時に絶対に足をパパパンって動かして一歩前に、止まってたら動けないところをパパパンって動かして一歩前に出る練習をひたすらしろって言われて、うん、でそればっか意識して僕はノック受けてました。だから普通に来たボヨンって上がってきた打球を胸の前で取る、ボヨンって上がってきた打球を腹の前で取る、股の下で取るっていうのは正直甲子園レベルやったらそんなんで手こずってたらまずできひんしスタメンで出れへんから、うん、だからそういうやばいギリバウンド合わへん、合わせに行ったけどギリバウンド合わへんっていうところの対応が上手い選手が守備上手い選手やと思うんですよ。うん、せやな。だからそれを言われて監督に、僕はそのバウンド合わせに行ったのに合わへんかった時のその足のこれこれめっちゃやってください内野手、あ合わへんかったって言ってノックやってたら一生上手くなりませんから。やし、あの雄大も言うとったようにキャッチングでも間、うん、まあってあるやんか。ああ、この自分の空間ね、自分の空間、うん、これをしっかり持ってる人っていうのは内野手でも外野手でも一緒やけど、うん、絶対間があんねん、バッターもそうやけど、 そのすごい選手っていうのは間があるから、その間を自分がどこなのかっていうのを探す、うん、まあ、基本的には内野手で言ったら右足で間を作って左足を出すときに取りに行くじゃないですか。でそれは絶対重要なんですけど、そこでの取り方は気にしなかったというか、逆に、うん、逆にその間を意識することとバウンドをできるだけ自分が簡単に取れるところで合わせる、それだけを僕は意識してました。自分が一番早く動ける動きで確実にアウトできる動きだったら別にこう取ろうが別に正直何でもいいです。ただタイミングと間だけは絶対どのプレーにも言えることですね、うん、だから僕が一番意識してたのはバウンドを自分は常に合わせにいってるじゃないですか、合わせにいってて合わなかった時のこの足と右足で作る間、うん、これだけはめっちゃ意識してたね。いやこれ結構内容ある話してるんじゃない、うん、じゃあまとめていこう。いや結構僕的にはね本当に結構僕たちがリアルに考えてた話、うん、めっちゃしたっす。授けた今の中学生や高校入ったばかりの子たち、まあ、ぶっちゃけ難しかったと思う、うん、難しかった、言うことないからな、うん、でも僕らいつもなんかチャランポランに動画撮ってると思ってた人たちも僕たち意外と野球こんな感じでやってたんや。そうよ、なんかね勉強とかは一切できひんよ、できひんけどこうやっぱ野球に関してやっぱ好きなことは頑張れるしな、うん、考えたね。しかもちょうどよかったな、キャッチャー、内野手、外野手みたいな、うん、各ポジのな、だって今雄大が言ってることとか大地が言ってることそんな分かってたこともあったけどさ、うん、あそんな感じもあったんやみたいなもさ、うん、あったんや正直、うん、だからそういう面でもねよかったかなって、僕たち的にもまあもうそんなにガチガチで野球することってなかなかないと思うけど、うん、いやちょっと僕たち一番輝いてたんじゃないこの動画いや全然あるよギャップよギャップ、一番ギャップ出したね。だってもう何も気にせずに普通に喋ってたもん、うん、野球のことについて何ぼでもね、野球のことやったら何ぼでも喋れるから、ね、でもなんかぶっちゃけ、まあ、今のも
まだ言いたい。まだ、うん、もう、まあ一部じゃない。6部ぐらい言った。うん、マジそんな感じよ。だから、もしこの動画がね、なんか評判良かったりとか、あ、こいつらこんな感じでやってたんやって良かったなと思ったら、また野球の話もね、うん、あとコメントとかでもし見てくれてる人がなんかこういうところはどういう意識しとったんって気になるのがあっても、それめちゃくちゃ欲しいかな。てか今やったら DM も対応できるからさ、うん、野球やってる子とか DM 欲しい、うん、でインスタもフォローしてほしい、でチャンネル登録もしてほしい、で教えてほしかったら、行けるとこやったら出向いて教えてるとことか撮らしてほしい、なんやったらほんまに教えてほしい、うん、教えてあげたい全然バッピやったらするよ。自分を奢ってるわけじゃなくて、うん、考えを言ってるって、うん、でそれがいいと思ってくれる人もおるやん、うん、そんな当たり前じゃって言う人もおるかもしれへんけど、うん、そういう人もおるかもしれへんけど、実際こういう話を聞いてためになった人も正直おると思うから、うん、それに俺らは意味があると思っとるからこの動画を撮ってるわけで、うん、で次回はねバッティングや攻撃、攻撃編ね。オッケーオッケー、攻撃編、攻撃編も、まあでも正直守備よりかちょっと質落ちるかもしれん。守備はめちゃくちゃ考えてたけど、うん、まあ、俺なんか守備の人間やからな、攻撃守備の方が自信あるから、僕はちょっとあれやな、まあ僕はそのバッティングとか売りにしてたんで、でも俺も頭は使いながらやっとったから、まあ喋るんはできるかな、実力は伴ってないけど何こいつ全然打てへんやんって、うん、成績見たら、うん、考えとうだけかよって、うん、まあ、バッティングは水もんって言うしな、うん、まあでも頭使うことは誰でもできるんで、まあ、そういった話を次はねバッティング攻撃編でね見ていただければと思います。はい、じゃあ守備編はこれで終わりにしたいと思いますんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。インスタのフォローもお願いします。お願いします。高評価もお願いします。お願いします。頼むわ。それでは次回の動画でお会いしましょう。せーの、おとんき。